こんにちは、花龍馬シリーズでございます。今回は YouTube はしんどいというメッセージでね、花龍馬さんも YouTube が苦しいとか1000を超えてからが大変だったっていうことだったんですけども、私は YouTube が苦しいとかなんだとか感じたことはないですね。まあ、そもそも YouTube をそんなにやってないんですよ。私の場合はその10万本とか100万本っていうのから、YouTube の世界が始まるんだろうなと思っていますし、そんなにね自己評価高くないんですよね。ですんで私は今動画の方がね1万2000本ぐらい上がっていて、限定公開込みだと2万本くらいあるんですけども、まだ2万ぐらいでスタートラインにも立ってないんですよね。で収益化も気にするほどいただけてないっていうかね、それはありがたいことなんですけども、私が目指すのはやっぱり YouTube の広告収益なら100万とかね、それからスタートだろうなと思いますし、そもそも広告収益のためにやってないですね。広告収益のためにやりだしたらその数字が走るってよく言いますけども、自分のやりたくない動画とか、その見てる人を惑わすようなね引っ掛けの動画とか作るようになるんですよ。だからサムネイルもなんかいやらしいサムネイルとかつけるようになるんですよ、再生数欲しいなと思ったら。そもそもそのいわゆるテレビとかね、タレントとか視聴率とかそういったものに嫌気がさしてこっちの YouTube の世界に来てるのに、結局同じことやる人がいるわけなんですよ。それはやるのはいいんですけど、私はそういうのはやんないですね。求めるのは再生数ゼロなんですよ。私の動画なんてなくてもいいぐらいに多くの人が自分でビジネスして自分で稼げるようになることなんで、どんどん再生数減らないかなと思ってるわけなんですよ。で再生数が1であっても1万であっても、私はね一人でも私とつながってくださったこのわずかな縁、これに対して非常にありがたく感謝しているんですよね。ですので再生数が1であろうとも、もう全然大歓迎というかね、1ももらえるんですかって感じですよね。だからそういうところで言ったら毎日がもう感動ですよね。動画を上げて3分ぐらいだったら再生数がね5とか6とか上がるわけですよ。3分で新しい人に出会えて私の話を聞いてもらえると、リアルな世界ではありえないですよね。家から出て3分以内に会った人に何かトークしたら気持ち悪いなと思われて終わりですからね。だからそういう意味で言うと、私はYouTube の世界に生きていて、たまにリアルな世界に意識を向けるぐらいの感じじゃないですか。もうそもそも YouTube が暮らしの中に入ってるんで、大変だとか何だとかっていう気持ちはないですね。例えば朝起きて着替えますよね。で私の上シャワー浴びますし、朝食食べます。それと同じテンションなんですよ。最初からですね、これは YouTube の動画が一本も上がってない時から、ついに YouTube のアカウント作ったぞって時からね、もうその世界の中の住人ですよね、完全に。だからその YouTube がない暮らしっていうのは想像もできないですし、5年後10年後20年後わからないですけども、 YouTube が法律で禁止されるとかね、もうカメラが世界中からなくなるとか、そういった状況でもない限りは私の暮らしイコール YouTube になるでしょうね。で再生数っていうのは追っかけなくても、例えばね、私ずっとラーメンばっかり食ってる動画とかパンばっかり食ってる動画上げてるでしょ、あれでもちゃんと商品売れてるわけですよ。要するに売り上げを上げるって目標は達成されてますし、あれでも再生回数は上がってますし、その再生回数を目当てにしなくても再生回数は取れていくんですよね。で再生回数を狙ってなくても取れるようにならなければ、やっぱり YouTuber ではないのかなというふうに私は考えてるんですよ。もちろんね、 YouTuber たるものをどんな活動も再生数とかチャンネル登録に結びつけていくんだっていうふうなバイタリティあふれた方もいると思いますんで、そういう人はそういう人で素晴らしいなと思いますけども、私の場合は数字が先に走ってないんですよ。私は正直に素直に表現できる場所を見つけたんで、リアルな世界だったらやっぱりね、嘘をつかないといけないこともあるし、駆け引きも必要ですしね、いろいろと私苦手ではないんですけども、やらなくていいもんだったらやらなくていいなと思ってたんですよ。でリアルな世界でやりたくてもできなかったことが YouTube の世界では 100% できてるんですよね。ですのでこんなありがたい環境で、特にね、グダグダと文句言うことはないかなと思いますし、考えもしないですね、 YouTube が苦痛だとかなんだとかね。いろんな考えがあるんで、私のように感じれない人がいてもそれはそれでしょうがないし、尊重できる部分だと思うんですよ。実際にいろんな事情があって YouTube をするのが大変だっていう気持ちもあると思いますんでね。私の場合は YouTube がその優先順位の上位の方に来てますんで、他の何を失っても、はっきり言ってですね、人の約束すっぽかしてでも YouTube やってますね。人に嫌われるとか何だとか関係なくですね、 YouTuber っていうのは結局取引先が YouTube ジャパンじゃないですか。そこを一番にしてるわけですから、どんな中小企業もかなわないですよね。
うん、だから一番になっているってところです。まあグダグダ同じこと言いましたけども、私の場合 YouTube がきついとかなんともないですね。その普段からその苦痛に対して意識を向けないんで考えないですね、それは。まあ、その苦痛を感じたり恐怖を感じたら足が止まるんですよ。で、人生で足を止めていい瞬間ってまあそうそうないんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、YouTube をやめていく人がいるのもまあよくわかります。それは結局は優先順位は変わるもんですからね。YouTube やんなくてもいいやっていう風な選択肢が生まれるのはそれは仕方がないと思いますし、始めた人が永遠にやるもんでもないと思うんですよ。それこそ無理してやるもんではないんで、うん、まあ目標達成する前に苦痛の方が先に来るようだったらこれはやめた方がいいと思いますね。私は特に YouTube に目標はもうすでにないんですけども、そうですね、まあ100万本ぐらい取っときたいなと思いますね、生涯で。うん、どのくらいできるかなと思いますよね。今はまあ毎日2、30本とか4、50本とか上げられてますんで、うん、まあそんなに遠くないうちに、まあ、2万もいくと思いますし、5万もいくと思うんですよ。10万とかはそんなに無理なくいくと思うんですよね。で、一つのアカウントで最大で46万動画上がってるんですよね。だから私はすごく安心してるのは、46万個動画を上げてもアカウントが、サーバーがパンクしないんだなと思ったら、まだまだ全然動画上げれるんでね、うん、まだまだ行動範囲っていうのは広げていけるんで安心してますよね。はい、で、まとめますとね、YouTube によって私は救われてますし、 YouTube によってあなたと出会えてます。うん、あなたと出会うのにしんどいなんて思うことは全然ないですね。むしろ本当にありがたいなと、もう出会えてくれてありがとうって気持ちですよね。うん、本当に心からそう思いますね。じゃないとこんだけバカバカ YouTube 上げたりとかね、子育てしながらとかねできないですよ、やっぱり。まあ大好きなんですよね、きっとね。うん、本当によくぞ YouTube 作ってくれましたということでね、私の人生イコール YouTube ということじゃないですかね。まあやり続けるってことは大事なんですけども、でもね、続けることが目的じゃないですから、自己実現をしたりとか自分の欲望をそこで満たしたりとかね、希望を叶えたりするっていうのが目的であり、手段は YouTube を続けるってことですから、私の場合は YouTube をやらなくても、まあ、全てがねうまくいくんだったら、まあ、やらないと思いますけども、まあでもね、やるでしょうね。うん、そのぐらい私の場合は手段が今はね目的になってます。それは暮らしの余裕もいただけたし、無理に YouTube を続けていなくても良いっていう環境だからこそ、本当に YouTube が好きなんだなと思います。まあ、YouTube のね広告収益なんてずっとゼロでいいと思ってますよ。うん、本当にありがたいですね。 YouTube の利用料が毎月1万とか5万とか10万でも私は全然払いますね、これはね。うん、まあそのぐらいまで来たかなと思いますね、今のところ。本当に YouTube がなかったら私の人生はないというところでございます、というふうなね、一辺の曇りもない動画でございました。YouTube バカでございます。まあ大した実績は残せてないですけどね、うん、それでも私はあなたに会えたというすごい実績があるんで、もう言うことないです。ありがとうございます。いってらっしゃい。